今日はですね、ニューバランスの新ライン、フューエルセルラインについてお話ししていきたいと思います。どうも、マツランチャンネル、ハギです。今日はですね、ニューバランス、バーン、ニューバランスのランニングシューズについてね、お話ししていきたいなというふうに思います。まあ、ニューバランスのランニングシューズ、僕も半蔵シリーズを愛用して履いてます。特に半蔵 C が結構好きでね、あのインターバルトレーニングも上空から本当万能シューズとしてね活躍しているので、今あのよく履いてるのが半蔵 C がね結構履いてりするんですけど、まあ、ニューバランスのねランニングシューズってやっぱ有名っていうかね、ここまで人気が出るのって割とやっぱ最近で、まあ、僕が現役の時なんかニューバランスランニングシューズってイメージはほとんどなかったわけですよ。で、一部留学生のランナーとかがちょっと履いてるのを見かけたかなぐらいですね。で、スポーツショップに行っても、やっぱ当時は基本的にはアシックスとミズノの二大巨頭で、まあどっちを選ぶっていうぐらいの感じだったんですよね。まあ、ナイキすらほとんどなかったような時代だったので、まあ割と最近。で、今でこそね、やっぱスポーツショップ行けばバーンってニューバランスが打ち出されてるし、半蔵シリーズなんかね、こうバーンって打ち出して結構かっこよくね、プロモーションも結構かっこよく打ち出されてるので、まあよくね、あの履いてる方もいますし、まあ、マラソン大会とか行ってもね、やっぱ履いてますよね。うん、結構履いてる。まあトップランナー、実業団ランナーもやっぱ履いてるし、箱根駅伝出るような選手も結構履いたりするのでね、ほんと幅広いランナーにね、支持されてるブランドになってるかなというふうに思うんですけど、やっぱね、あの、三村さんですよ。まあ、名工三村さんが、ニューバランスと共同開発でね、まあ、作った半蔵シリーズ、まあこれがね、相当ハマってると思うんですよね。うん。まあ、もともとの三村さんファンも結構履いてると思うんですけど、もともとダイジェストでやってたり、その時からのファンで、まあ、ニューバランスにそのまま移行するランナーも結構多いと思うんですけど、まあ、そのね、影響が結構大きいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱニューバランスといえば、まあ、半蔵シリーズ。半蔵。まあ、ロゴとかかっこいいですよね。ウェアも結構かっこいいし、僕もこの前の湘南マラソンをね、半蔵の上下ウェアと、あと靴もね、半蔵のシューズで発売してもらったんですけど、やっぱね、ウェア、ハギさん結構かっこいいね、着てましたねって結構言われたんですよね。ウェア、黄色のね、半蔵のランシャツ、ランパンで走ったんですけど、デザイン結構いいですね、買いますって言ってくれる方も結構いて、まあ、デザイン性が結構高い。で、靴何履いてたんですかとかね、あの、気になってる方も結構いて、まあ、興味があるところだと思うんですけど、やっぱね、ニューバランスといえば、もう、もはや、半蔵ですよね。半蔵シリーズ。半蔵ライン。っていうね、イメージがあると思うんですけど、そんなニューバランスがですよ。そんなニューバランスが今年に入ってね、まあ私 LINE っていうのかな、新しい LINE ができて、もう靴が発売されてるので、今日はその話をしていきたいんですけど、もう皆さん名前は聞いたことあると思うんですけど、フューエルセルっていう新しい LINE、ロゴで言うとこの感じ、これですね、フューエルセル LINE、 これがね今年に入ってね、新しい LINE として登場したわけですよ。で、僕はこれにかなり注目してる。これにかなり注目してるっていうことのね、フューエルセルについてっていうお話をね、していきたいなというふうに思います。で、今現状、フューエルセルラインがもう出たばっかなんですけど、モデルとしてね、もう4つのモデルがもう発売されていて、1つ目がね、フューエルセルの5280っていうモデルですね。5280。これね、俺すげえ気になってたんですよ。すげえ気になって買いたいなと思ってたんですけど、もうオンラインで発売されて、もう速乾。もう即なくなった。で、おそらくもう入ってこないだろうっていうことで、神野大地選手がね、あのマラソン、東京マラソンとかで、あ、東京マラソン、MGC で履いたのかな？確か履いたと思うんですけど、まあ神野大地選手が履いてね、薄い。もう形状がマジでスパイクですよ。もうスパイクの形状をしている。まあその5280と、あとフューエルセルレベルってやつと、フューエルセルプロペルと、あとフューエルセルエコー、これ今1個ね持ってるんですけど、これエコーで、フューエルセルエコー、このね4つのモデルが、すでに発売されていて、まあニューバランスのね新しいラインとして、発売されているものになります。で、一応テーマとしてはね、あの半蔵シリーズのテーマとしてはクッション性と反発性、まあより早くっていう風なテーマでやってるんですけど、まさにそこですよね。三村さんが打ち出している、まあ三村さんと共同開発でね、打ち出している半蔵なので、これからもやっぱ半蔵シリーズが多分出てくると思うんです。まあ、三村さんが、あの、テコ入れをして、まあ、アドバイスをしたりして。で、もしかしたら、三村さん完全オリジナルの半蔵シリーズももしかしたら出る可能性もありますよね。今は、まあ完全オリジナルというよりも、三村さんが、
ちょっとアドバイスをしているような感じらしいんです。だから完全に三村さんモデルっていうわけじゃなく、まあ、ニューバランス、もともとニューバランスが半蔵シリーズっていうのがあって、それに関してもうちょっとこうした方がいいよ、ああした方がいいんじゃないかってことでアドバイスをして出てるのが、まあ、半蔵シリーズ。まあこれはもうトップモデルから市民ランナーまで受ける。おそらくね、三村さんもね、三村さん完全オリジナルの半蔵シリーズ、半蔵じゃないにしても名前が出たら、まあそれもそれでね、僕結構興味があるんですけど、まあそれがあるんですけど、それともう一個として今回フューエルゼルっていうラインが出ます。で、一応ねテーマとして出てるのがね、反発男性、反発男性っていうテーマで打ち出してるのがこのヒューエルゼルってなります。でね、反発男性って何と思ったんですか。まあイメージ的にはね、やっぱ分かりますよ、反発と弾力ゴムの男性みたいなビヨーンっていうイメージがあるんですけど、反発男性は何かってね、ちょっと読み上げます。調べました、調べたっていうか、反発男性とは何みたいな感じなんですけど、反発男性とは、反発男性率、まあ率ですね、反発男性率とは、物体の衝突時に材料が吸収するエネルギーを表す指標であり、所定質量、高さの落下物を試験物に衝突させる際に、衝突時、跳ね返り時に物体が持っているエネルギーの比のことです。っていうことです。なんかこう読むとちょっと難しいけど、要は材料が吸収するエネルギーを表す指標なんですよね。だから質量、高さ、落下物に衝突させた際に、衝突で跳ね返りのエネルギー。だ要は、まあ、感覚で言うと、もうバーンってついたこの、ビョーンですよ。バーンってついて、このエネルギーが吸収されますよね。このバーンっていうことが反発弾性効率。要は、靴で言うと、バーンってついた時に、このクッションのグニュって沈み込んでいう反発の弾性、ビョーンっていうようなイメージ。わかる。わかりにくいかな。まあ、半蔵シリーズに関してはね、結構ソールのクッション性と接地と、あと反発を蹴って進むこの反発みたいな感じなんですけど、まあ、イメージ的にはですね、ゴムの弾性みたい、ゴムの弾性率みたいなイメージだと思います。このビヨーンっていうとこをテーマとしてやってるのがフューエルゼルの反発弾性。ここにこだわって、作っていくっていうような内容が読み取れますね。だまあざっくり言うと、今で言う、そのカーボンとかもそうですよね。プレートを曲がってビョーンっていう反発の弾性みたいなもんですよね。まあそういう位置づけでね、やっていくのかなというふうに思います。で、やっぱここに興味がありますよね。で、今まで、ニューバランスも半蔵シリーズとして、まあ、ミルムーラーさんが打ち出してるのは、その薄底に結構こだわってて、やっぱ足の接地の感覚ってすごい大事だよね。そこを磨いていきましょう、自力を鍛えてましょうっていうのがやっぱ三村さんの考えで、僕はすごいそれはそうだと思っているんですよ。でそれはそれで半蔵シリーズとして打ち出していく。でやっぱもう一個ね、こんだけね厚底のカーボンとか弾性とかね、反発力とかいうものが流行ってきてるので、やっぱニューバランスもここをやっぱ出かけていきたいよねっていうところで、多分ヒューエルゼンのラインっていうのが新しくできたと思うんです。で、要は半蔵シリーズのラインとヒューエルゼンのライン、この2大共闘でバーンっていうランニング業界を盛り上げていくじゃないかっていうところですね。なんで半蔵シリーズとヒューエルゼンシリーズは、やっぱね、寄っていかないと思うんです。もうどっちを選ぶか、まあどっちがいいかっていうか、その好みで選んでいくような感じ。で今までね、やっぱランニングシューズするとブランド、例えばこのブランドで言ったらここに強みがある、まあ、例えば反発が強いブランドですよとか、で今度こっちはクッションが強いブランドですよっていうのが今までだったんですけど、今はやっぱね、一つのブランドの中でこう選べるようにこうなってきてるわけですよね。なんで自分の好きなブランドメーカーとかがあれば、そこから選べるようになってきてるので、かなりね、メーカーも力入れてね、ランニングシューズを作っていってるのかなっていうふうに思います。で今回そのフューエルゼルラインが新しかったので、まあそれについてなんですけど、これはね、僕はかなり期待してますと思います。でまずね、フューエルゼル今4つモデルが出てるんですけど、まずフューエルゼルの5280、これはね、神の大地な選手が入ってて、僕もねかなりこれ履きたいなと思ってて、まあ、形状を見るとグワーンっていうグワーンって感じですよね。マジでもうほんとスパイクみたいなもんですよ。スパイク、ロードでスパイクが履けるような多分イメージだと思うんですよ。で薄底でカーボンが入っていて、僕は正直まだ履いてないんですよ。履いたことがないですけど、形状とかグリップとかソールとか見る感じ、相当地面にくっつくですよね多分。あれほんと地面ロードでも噛みつくような感じ。
だからロード、あ、トラックのスパイクってこうピンがあるので、タータにこうメリッコ食い込むじゃないですか。食い込んでガツってこう進むような感じなんですけど、ロードでも多分その感覚が多分味わえるんですよ。ガスっていうロードをこう掴んで進むって、さらにカーボン入ってるでしょ。相当進むよね、あれ。相当進む。で、神野大地選手はマラソンで入ってましたけど、まあ、市民ランナー、まあ、僕とかの市民ランナーレベルで言うと、マラソンでは履きこなせないとは思うんです、正直。相当進むけど、相当反発があって進むけど、やっぱ足が耐えられないと思うんですよ。あんだけ噛んじゃうと。地面あんだけ噛んじゃうと、相当な筋力で掴んで進むんで、マラソンはきついけど、やっぱロードレースの10キロとかハーフマラソンだったら多分めちゃくちゃ抜群に効果発揮すると思うんです。なんで僕もマラソンシーズン終わったらね、10キロのロードレースとか5キロのロードレース、あとはねトラックの5000とかも出たいなと思ってるんで、まあ、そういった時には結構いいなと思って興味があったんですけど、まあ、速乾だよね。もう速乾。定価がね2万、税別2万2000円ぐらいかな。まあそこまで高くないのかな。だけど買えなかったね。まあ、残念。で、まあ、5280シリーズ。で、あともう一個出てるのが、フューレセルのレベルと、プロペルと、エコか、いうこと。で、ここの3つに関しては、結構似たような感じなんですよね。で、トップモデルの、まあ、ガンガントレーニングしようっていうモデルでは正直ないと思います。で、僕も全部これを履きました。履いて、今手元にあるのが、エコーだけなんですけど、どれも基本的にはジョギングシューズにイメージがやっぱ近いですね。まあ、履き心地は良くて、あのクッションがすごい柔らかくて弾髪があるので、リカバリーシューズに近いような感じ、あと反発でこう進めるっていうような感じなので、履き心地はすごいどれもいいです。いいんですけど、トレーニングとしてスピード練習をガンガンやるとか、あのマラソントレーニングでガンガン履き込むっていうような感じではないかな、 今のところはっていう感じです。いう感じですね。で、レベルも。で、打ち出してるモデルとしては、やっぱサブ4ぐらい前後を打ち出してるような感じですね。で、これに関してもそうなんですけど、結構素材がね、こうニット素材な感じなので、多少やっぱ足が動くような感じなんですよね。だデザイン性に結構特化して今回出してるような感じ。だとニット素材なので結構動くんで、スピードモデルとか、あのスピード練習とかすると、やっぱ、グッていう風に掴むから、足首周りがやっぱある程度フィットしてないと、グッて締めないとやっぱ緩くなっちゃうので、やっぱどれもスピードモデルには厳しいかなっていう風に思うんですけど、まあ期待しないのはやっぱこれからですよね。これからで、今回出たのがと、まあボリューム1みたいな感じだと思うんです。あのフューエルセル、ボリューム1、まあ半蔵もそうじゃないですか。半蔵1が出て、今回三村さんと共同開発で2が出てみたいな感じなので、今後多分このフューエルセルシリーズっていうのは多分ガンガン出てくると思うんです。こうなった時すごい楽しみですよね。で、今回は本当トップモデルの5280と、あとデザインにちょっと特化したような感じと、ジョギングシューズ用のレベル、プロペル、エコーっていう意味出ましたけど、多分こっから市民ランナー向けのレーシシングモデルとかって多分出てくると思うんです。で、多分カーボン系も多分出てくるだろうし、分厚いクッションのもので反発です。これカーボンなくても、あの重心移動で済むよね。靴とかもおそらく出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。だからボリューム2的なねところ出てくると思うんですけど、これはねかなり期待できるかなと思います。で、デザイン性的にもね、半蔵とはこうまた違うようなデザイン、結構タウンユースでも使えるような感じ。エコーとかも結構可愛いでしょ。これタウンユースもスニーカーだよね、もはや、みたいな感じ。これがフューレセルの、エコーと思うんですね。まあ、基本的にはジョギングシューズみたいな感じですね。で、タウンユース寄りな感じ。僕はこれ街歩きでも全然履こうかなと思ってるんですけど、というような感じ。出てるんですけど、多分これからは本当トレーニングモデルとしていろいろ出てくると思うんですよね。で、高圧のプレートじゃなく、まあ多分薄底のカーボンプレートも今後多分出すだろうし、ごく、厚底のカーボンプレートも多分出てくると思うんですよね。そうなった時に結構楽しみですよね。で、半蔵シリーズに関しては薄底で地力を鍛えて、まあそういう設置の感覚が好みの方あればそっちを選べばいいし、厚底でクッションが好きで反発で進みたいってランナーはフューエルセルシリーズを選べばいいし、っていうので、ね、結構選べる楽しいみんなラインがね、できたので、ちょっとね、お話ししていこうかなというふうに思います。いました。で、これね、フューレセルのエコがあるので、これの、感触とかは、また別動画でちょっと撮りたいな、というふうに思いますんで、まあ、今後もね、フューエルセルシリーズ、多分ボリューム2、どんどん出てくるんじゃないかな、と思いますね。こんだけやっぱ厚底で、弾力カーボンとかが流行ってるので、早い段階でガンガン出てくると思うんでね、また新しいモデルとか、新しいシューズが出たらね、レビューをね、撮っていきたいな、というふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。